発病当時の写真、7歳頃、大腿骨骨頭が壊死していることがわかる。ペルテス病とは、大腿骨骨頭に存在する軟骨に変形が生じる股関節の病気である。完治まで時間を要し、また発病原因が不明な部分が多く、難病と言われているが日本では、難病指定はされていない。運動後や歩く際に足を引きずったり、股、ま、の付け根や太ももを痛がる。 太ももの筋肉が痩せていたり、あぐらがかけなかったりすると、足の機能が制限される。太もも付近に痛みを感じるため筋肉痛と誤った、診断を受ける、可能性がある。股関節の大腿骨の頭部分への血行が、何らかの原因で途絶され、骨のエッシュが起こり、骨の強度が極端に弱くなり、放置しておくと骨頭部分が変形、またはなくなり歩行が困難になる。 股関節の病気と言われているが、血行が途絶される原因などの根本的理由、またそれ以外の発病原因が現時点では解明されていない。ペルテス病は、幼少期5歳から8歳の間と若い時期に発病する人が多いが大人でも発病することがある。成長期の頃に発病した場合、成長に伴い失われた骨頭部分が再び形成されていくが、 発病していない方の足との長さの差が大きく異なり、完治後に再び痛みを生じる可能性がある。ほぼ完治した様子。15歳頃、治療法は大きく分けて2つある。装具の着用による足の固定手術による骨頭が常に球外に包み込まれている状況を作る。1の装具による治療法は着脱が容易で。 装具を装着して早い段階で歩行が可能になるというメリットがあるが足の動作に制限が生じるなどのデメリットもある。時間をかけて治療していく治療方法のため完治するまでにかなりの時間を要する。また装具による治療方法では完治後に球外形成不全を発病し再び痛みを生じる可能性がある。2、この手術による治療法は 1. この装具による治療法と比べ比較的早い段階で、社会復帰できるメリットがあるが、約2ヶ月の入院が必要であることや、手術痕ができるなどのデメリットも存在する。ペルテス病は大きく分けてこの2つの方法で治療が行われる。発病した際は、担当医師と何度も相談した上で決定し、治療をしていくこと、患者への生活支援サポートが重要である。 ありがとうございます。